エシカさん、お待たせしました。すみません、呼び出しちゃって。いえ、ちょうど仕事が終わったところだったので。どうしたんですか？渡したいものがあるとのことでしたけど。お待ちになってる間、クリスマスですから、聖夜に舞い降りた天使だと勘違いされて連れ去られそうになったりしませんでしたか？あるわけないでしょ。いや、リオさんに電話するまではリオと一緒にいたんですよ。リオと？でもリオさんに連絡ついたら。じゃあ私クリスマスの特番見るから帰るね。ガンバー。あいつは。これこの前の風のお見舞いとですね、参考書のお礼を兼ねたクリスマスプレゼントなんですけど。開けてもいいですか？どうぞ。慎重に開けすぎですよ。包装紙が破れないように。タイピンですか？もし気に入らないデザインだったら捨てちゃってもいい？なあ、つけてみてもいいですか？いきなり露出狂の不審者みたいにコート脱がないでくださいよ。びっくりした。ありがとうございます。大切にします。神棚に飾ります。ちゃんとネクタイに飾ってください。